皆さんこんにちは、ジュエリーデザイナーの杉村萌実です。今日はですね、3月にオンラインショップに掲載する商品をご紹介していきたいなと思っております。今まではですね、オンラインショップの掲載ってあまりコンスタントにできなくて、展示会の後に展示会の新商品を載せるみたいなのが定例になってたんですけれども、ただそのタイミングである必要もあんまりね、このコロナ禍もだいぶ時間が経ってきてないかなっていうところがありまして、今年は毎月定期的にですね、商品をアップしていくようにしたいなと思っているので、 YouTube の方でもオンラインショップに掲載する商品のご紹介っていう動画は毎回毎回なるべく撮っていきたいなと思っています。なので今日は3月に掲載する商品なんですけれども、いくつかあるんですけれども、ちょうど今日はこの私の同級生の古田というブランドでね、の洋服を着ているので、私のプロフィール写真に使っている洋服と一緒なんですけれども、この服に合わせた、色のものでちょっとピックアップをしてみました。では早速ご紹介したいと思います。まず1点目がですね、こちらに写真出しますね、こちらのスタールチルです。日本だと太陽ルチルとか、放射ルチルとかね、呼ばれ方はいろいろ見た目に合わせてあるんですけれども、海外だとスターバーストルチレイティッドクォーツというふうに呼びます。で、普通のスタールチルだとやっぱりそのルチルの金属光沢が結構ギラギラっとしている、光沢が強いものが多いですし、その方がクオリティも高いとされるので、それを好む方も多いんですけど、やっぱそのギラつきが結構強いんですよね。うちでもそういう商品も扱ってるんですけど、この子のいいところはですね、そのルチルの針がすごく繊細でふわふわっとしているので、いわゆるギラギラとした雰囲気が全くないんですね。で、透明度のっていうのも少しもやっとした感じがあるんですけど、それがすごくナチュラルでいいなと私は思っていて、なのでスタールチルは興味ある、特に鉱物が好きな方とかね、だけどギラギラとした感じが嫌だなっていう方はですね、このナチュラルな感じはすごく私おすすめだなと思います。お洋服とかも、今日も私こういうイエローが入ってる服着てるんですけど、こういうのももちろんそうですし、いわゆるこうナチュラル系と呼ばれるようなね、お洋服とかにもとっても合うと思います。で、地金の部分シルバーなんですけど、マットにテクスチャーというかね、表面の加工を入れているので、より柔らかい雰囲気になっているので、スタールチル気になるけど、ちょっとギラつきウェアだなっていう方はぜひこれチェックしてみてください。それから2点目はですね、自分の今日の服が黄色なので選んだんですけれども、デンドリティッククォーツです。これはね、3、4年前ぐらいに作ったもので、展示会とかでも販売していたものなんですけれども、これはやっぱりなんといってもこのデンドリティックの下植物みたいなね、模様が一番 のおすすめポイントではあります。なので今回オーバルを2点、それからラウンドの形を2点、全部で4点掲載をしているんですけれども、何かご自分がこう、好きだなと思う模様や景色があれば、ぜひねゲットしていただきたいなと思います。やっぱり似たようなものはあっても同じものって絶対に出てこないものなので、これに関してはね、透明度もすごく高いので、そしてバフトップというね、前の動画でもご紹介したんですけれども、表面はこうつるっと平らなんですけど、後ろ側はちゃんとカットが入っているというものなので、カボションのねカットとは違うおしゃれな雰囲気が楽しめると思います。後ろ側はバスケットっぽい感じで石座を作っているので、裏側からも模様を楽しむことができます。すごいいっぱい噛んでますね。でこちらも4種類あるので見てみてください。それから3点目、こちらはですね、一番最初のスタールチルと似てるんですけれども、色がプラチナカラーのプラチナルチルのスタールチルです。呼ばれ方はブルックアイトインクォーツというふうにも呼ぶんですけれども、要は、色がですね、金ではなく銀色のルチルなんですね。金よりも全然産出は少ないので、こちらの方が珍しいんですね。その中でさらにスターになっているタイプっていうのは、なかなかこう良いものを探すの難しいので、そういう意味ではゴールドよりはレア感のあるものなんですけれども、やっぱりゴールドだとつけないなっていう方とか、あと普段モノトーンの装いが多いなとかねいう方は、これはかっこよくつけられるタイプなので、こっち選んでいただくといいかなと思います。さっきとは違って、地金の部分はピカピカの鏡面仕上げにして、こう締まるようにしているので、
本当にかっこよくつけられる一点になってます。でプラチナルチルはね、やっぱりモエミ杉村というブランドの中ではすごくこう人気でのあるものなのですけれども、今オンラインショップ全然載せられていないので今回ね3点載せてます。でこれがもう1点目なんですけれども、こちらはカットが入っているタイプなんですね。でさっきちょろっとブルカイトインクォーツというふうにも言いましたけれども、ブルカイトとルチルっていうのは、成分一緒です。で結晶の形が板状になっているものがブルカイト、心状結晶というこういう針みたいになっているのがルチルなんですね。でまさしくこれはですね、板状の結晶から心状結晶が発生しているっていうタイプで分かりやすいものなので、ちょっと他のルチルクォーツ、他のプラチナルチルクォーツとは雰囲気が違うように見えると思うんですけれども、なんか猫の尻尾みたいに見えたり魚の鱗みたいに見えたりとかね、皆さんこう見る方によって見え方が違うんじゃないかなと思います。でファセットカットをしていることでですね、いろんなそのランダムにカットしているので、インクルージョンが1本だけなんですけど、ランダムに反射していろんな見え方がするんですよ。なのでそれもすごく面白いところなので、こうやっていろんな角度で見ていただけるといいなと思います。これはちょっと地金の部分はシルバーではなくてプラチナを使っているので、さ他のシルバーのものよりちょっとお値段は張りますけれども、とってもおすすめのかっこいい一点です。それからですね、もう1点プラチナルチル、これは先ほどのとは違って、イエローゴールドにセットしています。で見ていただくと分かると思うんですけれども、ルースのね、このオーバルのルースの中でも上の部分がクリアで、下の部分からこうルチルがこうクロスしているように見えますよね。でインクルージョンクォーツってやっぱりどこの部分を切り取ってフレーミングするかっていうことで全然見え方が変わってきて、それが研磨師さんのセンスでもあるんですけれども、やっぱりこれはそのどこを選ぶかっていうのがすごくセンスがいいなというふうに思ったルースの一点で、これはねちょっと上品な感じで金で仕上げました。腕のデザインもですね、2年前の秋の展示会でお花屋さんを会場にしたことがあったんですけれども、その時に作ったブーケというデザインで花束をちょっとデフォルメしたようなデザインになっています。なので同じプラチナルチルでもクールにつけたい方はさっきみたいなものがいいと思うんですけど、ちょっと上品につけたいなという方、普段のお洋服とかもちょっときれいめ可愛らしい感じという方は、ぜひこっちのプラチナルチルを選んでいただけると良いかなと思います。それからですね、3月は、オンラインショップには初めてネオヴィンテージコレクションを掲載しています。ネオヴィンテージの話は他の動画で撮っているのでぜひ合わせて聞いていただきたいんですけれども、これは何なのかというとアップサイクルジュエリーでして、この指輪の土台の部分はですね、昭和に作られたリングをそのまま再利用しています。で上に載せている今こちらだとクォーツインクォーツですけれども、ここの石の部分をね、私のセレクトした石で、取り替えてリフォームするというふうにしてます。でその背景とか理由とかは別の動画を見ていただけるとすごくよくわかると思うんですけれども、やっぱりこういうインクルージョンクォーツが昭和の枠に入っているっていうのは昭和の時代には作られなかったものなので、古いものを使ってるんですけどすごく新鮮に見えると思います。なのでそういった視点でデザインと石の組み合わせとかをね見比べてみていただけると面白いんじゃないかなと思います。でもう1点もね、同じくクォーツインクォーツなんですけど、これは石がすごく面白くて、クローライトというグリーンのインクルージョンも入ってるんですけど、中の結晶のさらに中にもまたグリーンのインクルージョンが入ってるっていうダブルインクォーツになってるみたいな感じなんですね。でこれ、腕のデザインは唐草というちょっとこうくるくるっと巻いてるようなデザインなので、その唐草というので思い浮かべるグリーンっていう色のイメージにもぴったり合ってるかなと思います。で基本的にほとんどインクウォーツってやっぱりインクルージョン歩きでカットをされていくものなので、こういった枠にぴったりはまるものってないんですよね。なので、全て枠に合わせてリカットをしてもらっているんですが、カットをしてくださっている研磨師さんも私と同い年の女性の方なので、やっぱりその若い、エッセンスというかね、今の世代だからこそ出てくるような造形っていうのと昭和の枠っていうのが合わさることで、すごくこう相乗効果でね、面白い出来上がりになっていると思います。これはですね、もう1点同じ唐草のデザインに今度レッドルチルを合わせているんですけれども、レッドルチルは
マルチルなので直線的なラインが魅力ですよね。で、唐草はこうちょっとカーブしているので、そのコントラストがこうすごくうまくマッチしているなっていうふうに思うんですね。なので皆さんもこっちの指輪のデザインはこんな感じなんだな、あ、でも石こういうの合わせたんだなとか、あとリフォームのご依頼すごく多いので、ご自身でも同じようなおばあちゃんとかお母さんとかから受け継いだ指輪であれば、あ、なるほど、こういう石合わせてみたら面白そうだなみたいなイメージとしてね、のサンプルとして見ていただけるっていうのも一ついいんじゃないかなというふうに思います。それからですね、最後は、今私がつけているピアスなんですけれども、こちらはですねパールの一粒のピアスで、とてもシンプルなんですけれども、写真見ていただくと分かると思うんですが、表面にカットを施しています。なのでよくある一粒ピアスっていうのはもう本当に定番中の定番ですけれども、基本的にはパールの自然に出来上がったこのねフォルムとツヤ感っていうのが魅力だと思うんですが、細かくカットが入っていることでちょっとキラキラっとするんですよね。でもやっぱりその宝石のカット石とは違って、パールの優しいツヤっていうのはそのまま残っているので、普通だけど実はちょっと一味違うみたいなところで、とても重宝するんじゃないかなと思います。18金で作っているので、もちろん長いこと使っていただけますし、今ちょうど3月はね、入園入学とか卒業とか、そういったシーズンでもありますので、やっぱりパールジュエリーの需要って増える時で、もしねパールの、ジュエリーピアス探している方いらっしゃったら、こういうシンプルだけど変わりだねみたいなのをね、持っていていただくと、結構使い勝手が良いんじゃないかなというふうに思います。そんなわけでですね、すごく駆け足でご紹介してきてしまいましたが、3月は毎週水曜日に、商品をアップするようにしていますので、どれかしらが、どこかの週で掲載されると思いますので、ぜひですねちょこちょこと、覗いていただけると、思わぬ出会いがあるかもしれないので、ぜひ、見てみてください。それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。